みんな来るまで入っちゃダメだよ。地面あって早く、みんな早く。マジツールサイドゲーキャッツ事件。みんな入っていいですよ。うわー、めっちゃ鼻から水入った。鼻から水流入事件。まことおに、そう、待て待て、水飲んじゃった。僕さっきそこで漏らしたよ。今日ちょっと寒いな。体冷えてきたし、もう上がろっかな。そう、ちびる紫事件。かける、おりゃおりゃ。あ、違う、今のかけるのせいです。先生に水かけ事件。潜水ごっこしよう。僕一番長く潜ってられるよ。せーの、水中キック事件。今日のプールなんか長いな。もう1時間くらいいる気が。あ、大変、もう授業終わってた。チャイム聞き逃しちゃった、ごめんなさい。やった、次の授業遅れる。チャイム聞き逃し事件。体拭いてから学校入ってください。あ、巻き巻きタオル更衣室に忘れた。ちょ、誰か貸して、お願い。できればさくらちゃん。巻き巻きタオル忘れ事件。この後プールです。着替えてプールに集合。やったやった、楽しみ。早く水着に着替えて。あ、水着と間違えてパンツ持ってきちゃった。間違えて下着混入事件。おいらは家から水着着てきたから大丈夫。バル楽しかった。下着家に忘れた。ニーゴのパン事件。では5人ずつ並んでクロールしてください。よーい、どうぞ。新しいゴーグル買ってもらった。かっこいいだろう。到着。ゴーグル紐切断事件。じゃあ次は背泳ぎにチャレンジしてみてください。鼻に水入りそう。僕は余裕。やった。背泳ぎ沈没事件。はあ、プール楽しかった。喉乾いたし、お茶飲もう。ちょちょ、ちょっと姫様、冗談でしょ。キスの前に見つけた。